ライブリーは、イギリス海軍の駆逐艦、L 級の一隻である。1938年3月31日、発注、1938年12月20日寄港。1941年1月28日に、浸水し、1941年7月20日、竣工した。8月、ウエスタンアプローチ艦区に配属され、グリーノックを基地とする。 8月22日、ライブリーと駆逐艦ライトニングは、スカッパフローから損傷したフランス潜水艦リュビの元に、向かい、途中で合流した、巡洋艦キュラーソーと共に、リュビをダンディーまで護衛した。9月、ライブリーは、ジブラルタルを基地とする第4駆逐軍に配属された。そして、マルタへ航空機を運ぶクーボンアクロイヤルなどの護衛を、務めた。9月24日、ライブリーは、 空母ークーボ・アク・ロイヤルや、戦艦・ネルソン、ロドニー、プリンス・オブ・エールズの護衛として、ジブラルタルから出撃した。ライブリーはその後も、マルタへ航空機を届ける、H 部隊の護衛を務め、10月になると、軽部隊に配属され、マルタへ移った。11月8日、ライブリーは、軽巡洋艦、オーロラ、ペネロピ、駆逐艦・ランスと共に出撃して、摘船団の攻撃に、向かった。 そして11月9日のデュースブルク戦団の戦いで戦団を壊滅させた。11月23日夜、軽部隊は再び敵戦団の攻撃に出撃した。この時イタリアは複数の船舶を単独、または2隻の戦団で送り出しており、軽部隊はその中でも重要な戦団を攻撃するよう指示されていた。それは2隻のドイツ船マリッツァとプローチだからなっており、 イタリアの水雷艇ルポとカシオペアによって護衛されていた。途中ライブリーはイタリア軍機の爆撃を受けたがたやすく回避できた。軽部隊は24日に目標の船団を捕捉し、護衛の水雷艇を追い払った後船団の船を2隻とも沈めた。戦闘後、軽部隊は25日朝にマルタに戻った。11月29日には、 B 部隊がアレクサンドリアからマルタに到着した。11月30日、4隻の巡洋艦トランスを除く3隻の駆逐艦は敵戦団の攻撃に出撃した。偵察機から駆逐艦に護衛された船の情報が入ると、部隊を率いるローリングス少将は、K 部隊をそこへ向かわせた。12月1日未明、軽部隊は、イタリアの武装商船途中アドリアティコを発見。 アドリアティコは、オーロラとライブリーによって沈められた。マルタイ戻る途中で、警部隊は、駆逐艦に護衛されたタンカーの情報を受け取り、その攻撃に向かった。そして、イタリア駆逐艦、アルビセダ・モストと、すでに航空攻撃で大損害を受けていたタンカー、マントバーニを沈めた。12月13日からイタリアは、補給物資を積んだ船団を、北アフリカへ送る。 M41 作戦を開始した。それを攻撃しようと、12月13日にアレクサンドリアから艦隊が出撃し、マルタの B 部隊と K 部隊も14日から15日の夜に出撃するよう命令が下った。だが、敵が引き返したため出撃は取りやめとなった。12月15日に補給物資を積んだブレコンシャーが、アレクサンドリアからマルタへ向け出発し、 護衛のための艦隊も出撃した。マルタからも軽部隊などが出撃した。アレクサンドリアからの部隊と軽部隊は12月17日に合流した。この時、イタリアも中止された M41 作戦に代わる M42 作戦を実行中であり、戦団護衛のため出撃中であったイタリア艦隊とイギリス艦隊との間で第一次シルテワン戦が発生した。 海戦後警部隊は、ブレコンシャーを越えして12月18日に、マルタに戻ったが、北アフリカへ向かったイタリア船団の内トリポリへ、向かった3隻は掃海作業が終わるまで郊外で待機していたため、これを攻撃するためその日のうちには、軽巡洋艦、ペネロピ、オーロラ、ネプチューン、駆逐艦カンダハー、ランス、ライブリー、ハボックは、マルタから出撃した。 12月19日3時にトリポリ沖に到着したが、そこでオーロラ、ネプチューン、ペネロピ、カンダハーが植来し、ネプチューンとカンダハーは沈没した。ライブリーは1942年1月と2月はマルタに出入りする船団の護衛従事した。3月9日、損傷したと報告があったイタリア巡洋艦の捜索に参加。 3月11日にこの時出撃した部隊の中の、軽巡洋艦、ナイアドが撃沈され、リージョンは、その生存者を救助した。3月22日、第2次シルテワン海戦に参加。リージョンは損傷し翌日トブルクへ向かったが、その途中空襲で、さらに損害を受けた。1942年5月10日、敵戦団がイタリアからベンガジへ向かっているとの、 情報に基づき、それを攻撃するため、ライブリーと駆逐艦、ジャービス、ジャッカル、キプリングは、アレクサンドリアから出撃した。5月11日、敵機に発見されたため、4隻の駆逐艦は、命令されていた通り作戦を中止して、アレクサンドリアへと向かった。だが、ヨアヒム・ヘルヴィヒが率いる動機の18、8の攻撃により、ライブリーは、北緯33度23分、 統計25度39分の地点で沈没した。さらに続く攻撃で、キプリングとジャッカルも失われ、最終的なライブリーの死者行方不明者は40名であった。ライブリーの発生艦長は救助されたものの、ジャービス艦長で死亡した。ありがとうございます。